食品背景についてちょっと話したい。ブッシュ政権に切り替ったあたりなんですね。湾岸戦争とちょうど同時期のベトナム戦争が終わった後ですね、アメリカが介入している戦争もなかったんです。世界的にはもう大きい戦争っていうのはないんじゃないかというふうに言われた時期に起きた戦争だったので、あ、世界って戦争がまたあるんだ。 レーガン政権っていうのはアメリカをまあ元気づけた政権って言われてるんですけど、実際は1981年か1989年前なんですよ。レーガン政権ですね。で、ソ連は悪の帝国というふうに言い切って、米ソ対立、せっかく雪解けしてたのをさらに対立させて、 やってたんです。実際は、対ソ連に対して同盟国であるはずの日本の経済侵略がすごく大きくなった時代だったんです。アメリカは湾岸戦争まで自信をなくしてた時代なんですよ。その典型例が1985年のバックトゥ・ザ・フューチャーです。主人公のですね、アメリカの少年マーティーはトヨタの車に憧れて日本製品最高と思ってるような人なんですよ。 続編のバックトゥ・ザフューチャー2ですね。1989年の作,作品では、日本企業に雇われて働いていて、日本人の富士通さんっていうあの上司首を宣告されて、あの、働き口がなくなってしまうと。一生懸命日本語で挨拶しようとしてんだけど、うまくいかないというですね。徹底的にアメリカは日本に負けている。もうアメリカは二流国なんだっていう、割とからかうような内容だったんですね。まあ、割と現在の 中国と僕らの関係に似てるんじゃないかなと思うんですけども、そういう時代だったんですよ。だから、ホームアローも1990年だから、バックトゥド・フューチャー2の次の年だから、似たような感じなんです。とりあえず、ジャパン・アズ・ナンバーワンで、アメリカはかつて経済の中心だったのが、もう追い抜かれようとしてると。まだまだ一番なんだけど、もうすぐ日本に追い抜かれてしまうという恐怖の時代だったんですよね。で もうアメリカはダメだ。日本に変われてしまうという悲観論の時代です、ね。湾岸戦争が始まりかけてて、あの1月になったら多国籍軍としてですね、アメリカは介入するんですけど、アメリカはまた勝ち目のない戦争に突入するかもしれないという、すごい不安なクリスマス。それが1990年のですね、クリスマス。えー、ホームアローンはこの1990年のクリスマスっていうですね、アメリカが本当に一番落ち込んで不安だった時代に公開された映画でです、ね。いわゆる、 日本製品に憧れるような、バックトゥ・フューチャーのマーティーのような、か弱い若者、子供のような若者に、アメリカの家庭が守れるのか。これがそのホームアローンの裏テーマなんですよね。ホームアローンで、えー、でかいレンガの家っていうのは何か。で、家族がもういないっていうのは何かというと、もう、守るべき兵隊がいないようなアメリカに、 日本とは限らずいろんなよその国が侵略してきて自らをナンバーワンの座から引きずり下ろして財産を奪おうとしてるそれはちょうど日本人がマンハッタン中のビルを買いまくってアメリカ中の土地を買いまくった時代とぴったり一致するんですね。アメリカのの家庭をか弱い男の子が 知恵と工夫で守るっていう。この内容がめちゃくちゃヒットしたんですもちろん面白い映画っていうこともあるんですけども、本当に微妙な時代だったからっていうのもあると思うんです。アメリカとカナダの工業収入のトップ10見てみると、ホームアローンぶっちぎりでトップなんですよ。世界での工業収入って550億円ぐらいいったんですね。これに対する制作費って20億円しかかかってないんです。低予算の映画なんですけども、全世界で500億円を超える工業収益を上げたんですね。他のを見たら、 ゴースト、ダンスウィズ・ウィルブス、プリティー、ダイハード2って本当に金かかる映画ばっかりなんですよ。で、この時代のアメリカ映画ってとにかく何やっていいかわかんないから金かけろっていう時代だったのですね。映画の制作費がどん,どんどんどん跳ね上がってた時代にいきなり低予算の映画がですね、1990年の全米工業の1位にですね、出てしまった。ここからあとしばらくはファミリーの方にですね、 こう手を出し始めるんです。1月に入ってアメリカは多国籍軍が湾岸戦争に突入します。えー、地獄の嵐作戦っていうのが開始されたんです。まあ、これでアメリカが一気に自信をつけ始めたんですよね。で、逆に日本では1990年ぐらいからバブル崩壊の影響が出始めて、1992年ぐらいに株価が劇的に落ちます。で、現在も続く不景気時代に突入。 というですね、もう本当に歴史のターニングポイント時代だったんですよね。内容的にはファミリー映画なんですけども、日本でも人気高いんですよね。アメリカでヒットした理由は本当に、それまでブッシュ政権でですね、帰り見られなかった、 家族っていうのをですね、すごく強く打ち出したからだというふうに言われています。これ以降ですね、アメリカの映画っていうのはもう本当に、マーベルとかワールドスピードとか、アメリカの今の大衆向けの映画を見たら、何かというと家族って家族を信するじゃないですかで。これってホームアローンからなんですよね。ホームアローン以前はあまり言わなかった家族っていうのをですね、すごく強く押し出したのは、1990年のアメリカがすごく自信をなくしていた湾岸戦争に突入。 で、えー、中東でアメリカの若者が戦っている。じゃあ、戦っているのに対して我々アメリカ人は何ができるのかというと、家族としての支援だってことになって、一気にアメリカが家族主義に傾いていった時代の 映画でもあります。日本でも人気高いって言ったんですけど、そうなんです。地上派の放送の最初に公開されたのは1994年のフジテレビのゴールデン洋画劇場、23%も撮ってるんです。今までに12回再放送されて10、10%切ったことが2回しかないんです。めちゃくちゃ高い。実はジブリ並みに高い視聴率を撮ってる作品でもあるんですよ。続編のホームアロン2は、役者もスタッフもほとんど同じ。あの、パート1、ま、あとはパート2までかな。結構十分だと思うんです。で、80年代終わりのこの 不安なアメリカ社会と、えー、家族への回帰、家族に戻ろうっていうメッセージ、そういうアメリカの転換点としてですね、えー、ちょっと鑑賞してはいかがでしょうかというふうに思います。割とあの、今見ても面白い作品ですし、ストーリーはもう本当に先読めるんですよ。そりゃそうですよ。子供向けのクリスマス作品だから先読めるんですけどもですね、よくできた作品だと思います。鑑賞してください。